はい、おはようございます。2014年5月3日土曜日、憲法記念日です。午前9時を回りました。今私は、駅前通りアミーロードを歩いております。ゴールデンウィーク後半の4連休ということで、また朝が早いということで、人の通りは、少ないんですが、この前お話しましたように、4月25日から、宮崎駅前ミニボートピア、建築に向けたビルの解体作業が、始まっております。で、その、現場の、状況を、ちょっと、見に来ました。はい、このような感じですね。この青いシートがかぶっているところが、建築予定地です。まだね、今解体作業が、ずっと行われている状況でございます。駅前通りアミーロード、割と立地条件のいいところにできるということなんですが、ご覧のようにね、こういった空き店舗が目立ちます。ここも空き店舗ですね。これとこの角っこ、ここも空き店舗です。まだね、朝が早いので、シャッターを閉めてるお店もあるんですけれど、もう完璧にね、空き店舗だというお店も、かなりの数があります。若い商店主の皆さんからはね、嘆願書、早くミニボートピアを作ってくれと、そうしないとね、もう商売がやっていけないと、困っているという声も聞いております。ここも空き店舗ですね。ですんで、なんというか、構図的には、自治会がミニボートピア賛成をして、商店街が反対をしているという構図にはなっているんですが、実際はね、ごく一部の人間が動いているというだけの問題で、本当ね、この問題に関してはね、もっと多くの方がね、関心を持ってほしいなというふうに思っているんですが、なかなかそういうところまではいかない状況でありますね。ここはお店はやってますね。まだ朝が早いんで閉まっておりますけど、そういう状況で、年内にはオープンしたいという予定で、ミニボートピア、工事が始まっております。はい、以上、ミニボートピア建築予定地の、駅前通りアミーロードからお話をしました。それでは失礼します。